はい、装身術チャンネル。はい、というわけで今日も装身術に聞いてみようということで質問に答えていきたいと思います。では質問お願いします。はい、兵庫県在住の謎の憲法を求める者さんからの質問です。質問、番外編、読み返せる字を早く書くには。こんにちは。お悩み相談です。字が汚いです。自分が読み返せないので他の人も読めません。美しい字を書かなくてもいいですが、自分が読めないのでは、自分が読めないのでメモになりません。ゆっくり書けばいいのですが、電話で話しながらメモを取ったり、話を聞きながらメモを取っているのでゆっくり書けなくて字が汚いです。字をなぞる本を買って練習してみたりしましたが、子供の頃からきれいに字を書く練習をしてないから身につきませんでした。装身術は達人ではない人を達人化のプロセスで達人にします。字をきれいに書く事前運動などがあればいいのですが、日本語の字は止め、跳ね、払いがあるから早くメモを取るには向いてないように思います。しかし日本語しか字を書きません。どうすればいいでしょうか。いつもありがとうございます。はい、質問ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回はですね、字をきれいに書くにはという質問ですけれども、字をきれいに書くにはですね、全体を見ていることが必要です。その部分部分、書いている線だけに、意識がいっていると、全体としてですね、字のバランスが崩れてしまいます。早く書く分にはですね、その乱れが大きくなりますので、きれいに字を書けているとですね、早く書いても乱れが少なくなってですね、読める字になるかと思います。で、その字を書くときにですね、木片なら木片で、作りの部分が、何かあってですね、その部分部分、一つの線だけにこう集中しているとですね、全体としておかしくなってしまいますので、全体を見ながら一つ一つの部分を書いていくと、字のバランスが取りやすくなります。武道の場合もですね、手とかですね、足、目の動きとかですね、いろんな部分を、肩とかですね、いろんな部分を見ると思いますけれども、その部分部分を集中して見てしまいますと、全体の働きが遅れてしまいます。全体をいっぺんにですね、こう見ていくとですね、こういう図にも気づいてきます、そういうわけでですね、この全体を見るにはどうしたらいいのかっていうところをビデオに撮りましたので、ご覧ください。はい、今回は漢の目と剣の目についてやってみたいと思います。宮本武蔵がですね、ご臨書で、漢の目強く、剣の目弱くというような感じですね、漢の目を強くして、剣の目を弱くするようにというふうに説いていますけれども、剣の目というのはですね、相手を全体的に見る見方で、剣の目というのはこう部分的に見て、に集中して見るような見方です。剣の目を強くしておくと、相手の動きにですね、反応しやすくなりますが、剣の目を強くすると、相手のフェイントとかですね、手の動きにとらわれてしまってですね、反応が遅くなります。ではですね、やってみたいと思います。じゃあこちらへちょっと出てきてもらって、じゃあこう構えていただいて、じゃあ最初ですね、この手をに集中してこう見ておいて、パンチをこうかわしていきます。じゃあこれでちょっとパンチしてください。はい、こんな感じでですね、遅くなってしまいます。では次にですね、肝の目を強くして、見ていきます。ではお願いします。はい、こんな感じですね。近い距離からですね、でもですね、肝の目で見ていると、反応できますけれども、
剣の目で、部分に集中して見ているとですね、反応が遅れてしまいます。その手を見ていてもですね、手を見ている方がよくその手の動きが分かるかと思いますけれども、手を見ているよりも勘の目で全体を見ている方が、強くなります。ではですね、じゃあこちらへ来ていただいて、勘の目というのはですね、相手の中心を見ることです。で、相手の中心を見てあげるとですね、全体が見えてきます。相手のこう中心の方をこう相手の方を向いておくんですけれども、じゃあちょっとパンチして、じゃあパンチしてください。これが勘の目で中心を見た場合です。で、同じところを見ていてもですね、相手の中心の方を向いていても、中心の部分を見てしまうとダメです。ダメで、相手の中心を見とくと前に前に来ます。これがですね、勘の目と剣の目の違いだと思います。勘の目はですね、相手の全体を見ることができます。剣の目というのは相手の部分に集中して、見ることが、見ていきます。ですので、武道の場合はですね、勘の目が重要になってきます。はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じでですね、全体を見ることが見ているとですね、反応は速くなりますし、部分を見ているとですね、その部分が動いてきたとしても、遅くなってしまいますし、部分以外のところを見ている部分以外のところから来ると分からなくなってしまいます。というわけでですね、宮本武蔵の勘の目、剣の目ではないですけれども、全体を把握することが非常に重要です。何かありますか。私自身はやったことないんですけども、はい、この達人化して、リアクトトレーニングなり送信術の技なりを使って達人化してから、時間に余裕があればですけど、ちょっと字を書いてみたらどうかなと思ったんですけど、はい、僕はですね、いつも発想するして住所を書く必要があるときなんかはですね、達人化して字を書いています。ちょっとDVD を買った人はですね、その字を、確かめてみてもらうといいと思います。こう躍動感にあふる字になっていると思います。はい。はい、そんな感じですね、字に限らずですね、絵なんかでもこうデッサンとか狂っててもですね、魅力的な絵っていうのはですね、この一つ一つの線にですね、躍動感が出ています。それはですね、体が躍動しているから、線も躍動してくるというわけです。ですので、下手でもですね、この魅力的な字とか絵とかそういうのあると思いますけれども、そういうのはですね、その人のこの体の状態が出ているんだと思います。そういうことでですね、全体を見る練習としてですね、字を書くっていうのも、書道なんかはですね、まさにそういう感じだと思います。一つの線に集中しているとですね、全体のバランスが狂ってしまいますので、陽性指示反応を出してですね、8の字に動かしながら書いていただくと結構いい風に書けるんじゃないかなと思います。8の字に動かすとですね、おそらく、8の字とは限りませんけど、その幾何学的にっていうか、8の字ですかね、字の行書とか楷書とか行書とか草書とかありますけれども、その辺も面白いですね。この腕の軌跡としてですね、体が8の字に動いているとそういうふうになりやすいのかもしれません。それもですね、今後字とこう体の動きの関係なんかもですね、研究していきたいと思いますので、その時また分かりましたらですね、ご報告したいと思います。それでは今日はこの辺で、失礼します。バイバイ。